九州南部を襲った豪雨で被害が大きかった熊本県では5日、新たに男女5人の死亡が確認され、死者は計7人となった。県内では14人が心肺停止、1人が重体となっているほか、4人が行方不明で、消防や自衛隊などが捜索、救出作業を続けている。一方、県は同日午前、県内の人的被害について、心肺停止18人、行方不明者24人と発表。被害の全容は分かっておらず、各自治体が確認と精査を進めている。同県芦北町は同日午前、新たに男女5人の死亡を確認したと明らかにした。これまでに確認された死者は、津奈木町で80代男性1人、芦北町で男女6人、同町で1人が重体となっており、両町と人吉市で計4人が行方不明となっている。県の発表によると、心肺停止は、球磨村で15人、芦北町で2人、津奈木町で1人。不明者は、球磨村12人、芦北町7人、人吉3人、津奈木町2人。道路の途絶などで、約30地区が孤立している。4日午後10時時点で、14市町村に、計118箇所の避難所が開設され、129世帯1615人が避難したという。球磨村では、特別養護老人ホーム、千寿園で14人が心肺停止。生存が確認された入所者ら約50人は、自衛隊が同日までに病院などに搬送した。